それでは Linux の基本第6回シェルスクリプトについて紹介していきたいと思います。シェルスクリプトとは前回説明したコマンドをまとめて一括するためのファイルのことです。で、シェルスクリプトは .sh ファイルというもし見たことあるかもしれませんが、こういったファイルを用意します。で、それを実行すると、一連のコマンドが実行されて、例えばインストールだとか、あとは何か、設定の変更だとかっていうものを、そのファイルを書いた人の手順通りに実行してくれるというものになります。では、シェルスクリプトを実際に作ってみましょう。まず、test.sh というファイルを作成します。vim が、編集コマンドというふうに前回説明しましたが、この vim コマンドを使うと、この test.sh、もしない場合は勝手に自動的に作成されるので、まずはこれを入力してみてください。で、すると、編集画面になるので、編集画面で、vim の時は、編集モード、i を押して、編集モードにして、このように入力してみてください。で、このシェル、こちらがシェルスクリプトで、これちょっと後で説明しますけど、これを作成できたら、ファイル権限を実行可能にする必要があります。changemod+x.test.sh という風にすることによって、ファイル権限が実行可能になります。これ何かというと、チェンジモッドっていうのが、権限ですね。ファイルの権限です。ファイルを作成した時点では、実行可能ファイルとして、権限が用意されずに、結構制限のあるようなファイルとしてできてしまうので、それに対して、実行可能権限をつけているようなものになります。で、これを最終的に実行すると、./test.sh。このような形で、シェルスクリプトは実行することができます。現在のこの、ホームディレクトリに test.sh ファイルを作って、それを、./で、実行することができると。で、画面表示、結果としては、hello, home, test、このようにファイルが出てくると。これが今回の、シェルで作った内容が画面に表示されているということになります。このファイル作成、ファイル権限の変更、最後に実行という、この一連の流れで、シェルスクリプトの確認をするというのは、今後も繰り返していく内容です。では、シェルスクリプトの内容、中身について説明していきます。この右側のものがシェルスクリプトになります。一番上の2行は、もうすべてのシェルスクリプトで基本的には同じです。これ何かというと、このバッシュのシェルで実行しますよということを入力しているのはこの1行目になります。今の Linux はほとんどがバッシュなので、これでそのままコピペしていただければいいと思います。もし TC シェルの場合は、その旨だけ、ここの部分だけを変更すれば大丈夫です。TC シェルのものに関しても、瓶の中で入っているので、ここの最後の4文字の部分だけ修正するということになります。で、このシェルが決定したら、次は、この、次の行ですね。このエコーハローということで、画面にハローと表示するコマンドを行っています。エコーコマンドはこの右にある文字列を画面表示するというものなので、これがいわゆる、プログラミング言語でいうプリント F とか、C アウトとか、そういったものにあたります。で、ちなみにこの上の行、シャープをつけるとコメントアウトできるので、このような形でシェルスクリプトには、コマンドと一緒にその旨のコメントも書いておくと非常に便利です。で、あとは、エコーコマンド以外にも、今回、前回紹介したコマンドもこの中に入れることができます。通常使うコマンドとして、pwd だとか ls だとかっていう、画面表示したいものがあれば、それをこのシェルスクリプト内にまとめることも可能です。ということで、画面表示の結果としては、エコーとして hello、hello を画面表示したので、hello と出てきて、で、pwd の結果が次に出てくる。で、最後に ls の結果が出てくるということになります。このバッシュシェルに関しては、基本的にホームディレクトリーから実行されるものになります。特別この中に書いてやれば、ディレクトリが移動したりはするんですけど、基本はホームディレクトリなので、pwd って押すと、入力すると、このようにホーム a で、ls と置くと、このような結果が出てくるということになります。なので、こちらが、シェルスクリプトの基本となっています。で、次に変数と args についても、理解しておきましょう。これで最後かな。そうですね。これが、2ページ目ですね。シェルスクリプトとして、
変数を使うことができます。まあ、普通のプログラミング言語と同じような変数を使うこともできますし、args っていうのが、まあ、引数ですね。まあ、先ほど同様、このファイルを作成した後に実行する際に、実行と一緒に、このように右側に引数を設定してあげることができるんですね。このようにすることによって、まあ、実行時に、自分が入力、何か入力を与えて、このように結果を変更することができると。いうことになります。じゃあ、まあ、中身と出力結果を照らし合わせながら見ていきましょう。まず、一番上ですけど、このバッシュで実行するということが書かれています。で、次に、ここですね。これが変数です。var イコールで、hello ということで、まあ、このバー、まあ、これ変数バリアブルの略ですね。バーに、hello を代入しています。なんで、まあ、バーの中には、hello が入っていると。で、なので、エコーバーと押すと、すいません。これがうまくできてないですね。変数ができてないですけど、まあ画面表示の時に、ちょっと書き方が、ここにダラーが抜けてますね。ダラーをつければ、このハローが画面出力されることになります。なんで、まあ、これちょっと変数の再現できてませんが、まあここにダラーをつけてあげると変数を画面表示することができるということになります。で、次にリストですね。ちょっとリストの方はちょっとうまく書けているので、まあこれと同じような書き方をバーにする、バーにも同じようにすると思ってください。で、リストの方は、このように、丸括弧で囲んであって、スペース区切りで、要素を書いてあげると、リストが作成できます。これがいわゆる、まあ、プログラミング言語でいう配列ですね。Python でいうリストで、C 言語でいう、まあ、普通の配列ですかね、に当たります。で、100A などと、まあ、これ別に文字も数字も関係なく、混ぜて入れることができます。で、エコーでリスト0と書くと、まあ、0番目の リストの要素を画面出力ということになりますので、この1という一番初めの要素が画面出力されます。で、次に、このアットというマークを入れると、アットは、Linux 上では全てというものを表しています。なので、リストで、この括弧内にアットを入れると、全ての要素、1、100、全てが表示されることになります。で、最後に、まあ、引数の話ですね。引数は、プログラム内では、シェルスクリプト内では、ダラー1、2、3というふうに書かれます。これによって、プロンプ型の引数として渡すことが可能になります。で、また、あと、まあ、ダラーで、シャープというものを入力すると、まあ、引数の数を出力することができます。なので、このエコーで上から順に、arg1 がダラー1ということで、1が入ります。引数で1番目のものですね。引数で2番目は10なので、画面出力は10。で、まあ、同様に3番目は100なので、100が出力されると。で、引数の個数は何個かというと、1、2、3個なので、3というものが画面出力されていることになります。このように変数や引数ということを、ものを用いることによって、結構自由度の高い実行が、まあ、シェルスクリプトが作ることができます。例えば、ファイル操作とか、まあ、ファイルの名前を一括変換したいとか、まあ、そういった場合にもこういった引数を使って処理することができるので、まあ、結構シェルスクリプトを書けるようになると、まあ、いろんな作業というものが非常に楽になります。あと、まあ、ケースと法文ですね。まあ、プログラミング言語ライクな使い方についても説明しておきたいと思います。ケースが条件分岐、for が繰り返しになります。先ほど同様、ファイルを作成して実行していきます。ファイルの中身はこのようになっています。for文の書き方ですけど、for で、これが、まあ、いわゆる for文の移動するイテレーターですね。まあ、この var というものが変化していくと。で、in xyz ということで、ここに、まあ、リストを今回作っています。ここ、まあ、いろいろ変更してもいいんですけど、まあ、とりあえず3つの要素、xyz を var が順番に、移動していくと。で、この for文の実行は do から do、done まで。までが、繰り返されます。なので、ここでは、エコーバーが画面出力なので、まず一つ目、まあ、一回目のフォーループでは、バーが X になるので、X が画面表示される。次に Y になるので、Y が画面表示される。最後に Z なので、Z が画面表示されるということになります。で、この次の文が if 文ですね。if 文、ケース、ダラー1なので、今回、この、フロン、引数がどうだった場合
によって分岐しているわけです。もし true という引数があった場合、もしくは t、これ、この縦棒が or を意味するので、true もしくは t というものだった場合は true というものを画面表示する。false もしくは f だった場合は false を画面表示する。で最後にそれ以外の場合はエコーなんということで何もなかったですよと画面表示するということにして、if 文を書いています。で、ケースを閉じる場合は ESAC ということで、ケースのまあ逆から読んだ文字ですね。まあ、こんな形で Linux ちょっとまあお遊びみたいな、なんかこの文字を逆から読むようなものが結構使われるので、まあ、閉じるときはちょっと意識していただければ幸いです。まあ、これ閉じてないと実行できないので、まあ、このちゃんと閉じていることを明示的にしてあげる必要があります。で、1個目の実行のときは引数ないので、なんというものが出てきています。2回目の実行では t を入力しているので最後に true というふうな出力が出てきているというふうな結果になります。まあこんな感じでシェルスクリプトはいろいろ、まあプログラミングライクなこともできますので、まあぜひ覚えていただければ作業の自動化ができると思います。でまあシェルスクリプト、まあ手元に置いておいて、で例えばログイン時にシェルスクリプトを実行するなどとしておくと、まあ非常に、まあ面倒な仕事はすべて、コンピューターがやってくれるようになるので、まあぜひぜひ、何か活用していただければと思います。まあ周りの人に配る場合もシェルスクリプト化してあげれば、非常にマニュアルで全部コマンドを打つよりかは簡単になると思います。ということで、まあシェルスクリプトのまあ基本的な使い方、そして、まあ変数と引数というものが使えますよ。そしてケースと for といった、まあこういったプログラミングライクの使い方ができるので、まあいろいろ自由度が高いので、ぜひ活用してみてください。では、次回はパーミッションという、まあファイルの権限ですね。まあ今回ファイルの権限、チェンジモッドというもので変更しましたけど、こちらについて次回深掘りしていきたいと思います。まあファイルの権限が違っていると、まあ変なエラーが出てきたりするので、まあ、あとは、まあ、必ず、通る道だと思う。まあ、このファイルの権限を変更して、何か作業するというのは必ず、必要になってくるので、そちらも勉強しておきたいと思います。ということで、今回は、これで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。